フェルナンド・エスカルティンコティは、スペイン・ウエス・カ県ビエスカス出身の、元自転車競技選手。上りの強さを生かした山岳アシストとして、頭角を表し、1993年のブエルター、エスパーニャでは総合優勝のトニー・ロミンゲルのアシストを、しながら、総合10位に入り、ツールド・フランスでも、大検討したロミンゲルのアシストを行いつつ、総合30位の成績を残した。 1994年もブエルター・エスパーニャで総合優勝のロミンゲルをアシストをしつつ総合9位にツール・ド・フランスではエースのロミンゲルが体調不良でリタイアした後も上位陣に食らいつき総合12位と検討した1995年のツール・ド・フランスでは不調のロミンゲルを上回る総合7位でゴールしてしまい翌年からエースタイグーでケルメに移籍する 1997年は、絶好調で、カタルーニャ一周で、総合優勝、ツールドフランスでも、総合5位に、ブエルター・エスパーニャでは、総合2位に食い込む検討を見せた。1998年もツールドフランスでは、山場のステージで、マルコ・パンターニと決定的な逃げを決め一時は、総合3位まで順位を上げるが、フェスティナ事件に橋を発した警察の取り調べに対し、 ローラン・ジャラベール率いるオンセチームがレースのボイコットを宣言、スペインに本拠置くチームはすべてこのボイコットに同調したため表彰台に手が届く位置にありながら危険してしまった。1999年のツールドフランスでは序盤から圧倒的な強さで余裕の走りを見せていたランス・アームストロングに対し唯一危険なタイム差まで追い詰める走りを見せ、グランツールで 初の区間優勝を獲得し、総合でも3位に入賞した。2000年に入りファビエル・オチョは、ロベルト・エラスといった若手が台頭したことに加え、スポンサーの経営悪化によって、チームの財政状況が悪化したことから、2001年にはドイツに本拠を置くチームコーストに移籍。ここでもジロでイタリアで8位に入るなど安定した強さを見せたが、2002年に引退した。 ランス・アームストロングのドーピング問題により1999年から2005年の記録が抹消されたが、ウサダのレポートではこの期間中の7回のツールド、フランスで表彰台に上った延べ21人の選手の中で、ドーピングに関与していないただ一人の選手として報告された。2013年には、アブラハム・オラーノが1998年のツールド、フランスの検体の再検査により、 ドーピングが発覚。これを受けて、ブエルター・エスパーニャのテクニカルディレクターを解任されたため、エスカルティンが公認に当たることになった。ランス、アームストロングタイトルズ、シュッド・ビー・ボイド、セズツアーで、フランスディレクター BBC。ありがとうございます。